再度外務大臣を拝命いたしました前原でございます。引き続きよろしくお願いいたします。今日菅総理からは指示書をいただきまして、項目は7点ございます。1点目は日米同盟の深化と沖縄の負担軽減を合わせた基地問題の解決でございます。2つ目が世界の平和と繁栄の実現に向けての、国際協調、特に核軍縮、核兵器廃絶、国連平和維持活動などの諸課題に取り組むと。3点目が包括的経済連携に関する基本方針に基づいて、より自由な貿易体制を作るということで、EPA、FTA 実現のために努力をすること、TPP 協議については、必要な取り組みを加速、推進すること、4点目でございますが、強固な日米同盟を基盤として、アジア太平洋地域の連携を強化し、将来に向けて東アジア共同体の構築を目指す。5点目が、テロの脅威を除去するために、アフガニスタンなどの復興支援、貧困の克服に対する積極的な支援を行う。6点目が、北朝鮮の核・ミサイル・拉致等の問題解決に全力を尽くす。で、最後の7点目でございますが、地球温暖化対策を政府全体で推進するとともに、日本国が国際的にも主導的な役割を果たせるように、関係大臣と緊密に連携をして取り組むと、こういう指示書でございます。まあ、私は従来から大きな柱は2つ申し上げてまいりました。1つは経済外交の推進。これも4本柱がございまして、1つはより自由な貿易体制を作るということ。これは指示書の中にもございます。2つ目には、日本の優れた技術を基盤としたインフラの輸出というものをしっかりと国としても後押しをしていくこと。そして3つ目は、資源、食料の多角的な外交を行うこと。4点目が、観光、特に海外から日本に来られる方々の数を増やしていくこと。この経済外交の4本柱を引き続きしっかりと実績を作ってまいりたいと思っておりますし、もう一つの大きな柱は、何よりもやはり地域の安全、日本の安全保障のためには、強固な日米同盟関係というものが必要でございますので、この日米同盟関係を深化させ、アジア太平洋地域の安定のための公共財としての役割をより高めて、それをてこに、この地域の平和と安定を目指していくと、この2つをしっかりとやっていきたいと考えております。引き続きよろしくお願いいたします。私の方からは以上です。ご質問どうぞ。はい、どうぞ。はいはい。琉球新報の皆さんといいます。天満の移設問題についてお伺いしたいんですけれども、はい、前原大臣、パッケージと切り離してというような話も、以前からされていると思うんですが、先日いらっしゃったゲイツ国防長官は、天満の移設を進展していく中で負担軽減に取り組むというふうにおっしゃっています。これはなぜか進展なければ新たな負担軽減策もないというような印象を持てるんですが、それについて考えお伺いしたいというのと、また大臣も沖縄には、取材から始めるということで、大臣はじめ総理、岡田幹事長も沖縄に行っているわけなんですが、まだ状況に変化はないんですけれども、今後新たな内閣でどのように取り組んでいかれるのか考えていただきたいと思います。はい。ゲイツ国防長官と会談をした際に、私からは5月28日の日米合意というものをしっかり詰めていくということについての意見表明を行いまして、しかるべき時期に2プラス2を行うということでございますので、それに向けてのできる作業を行っていくと。そしてその作業を進めると同時に、アメリカ側ももちろん全体的なパッケージ、ロードマップというものがあるわけでありますけれども、先行返還が可能な
施設区域についてはご尽力をいただきたいと、まあ、こういった話をゲーツ長官に私はいたしまして、そのことについて私は否定的な答えではなかったと思っておりまして、要は沖縄の負担軽減のために、我々としてできることを協力しながら、しっかりと連携をしていきながら取り組んでいくということが大事だと考えております。また2つ目のご質問でございますけれども、新たな体制になりまして、今まで5閣僚でありましたけれども、官房長官が沖縄担当大臣を兼務されますので、これから4閣僚がしっかりと緊密に連携をして、沖縄のこの基地問題に取り組まなきゃいけないと思っております。繰り返しになりますけれども、前回の衆議院選挙において、我々民主党は少なくとも県外、できれば国外に普天間飛行場の移設先を探すんだと、まあ、こういうお約束をしながら、これはできなかったわけでありまして、これについてはやはり、私は沖縄の皆さん方にお詫びをし続けることは当然だろうと思っております。と同時に、この名護においては新たな基地建設をお願いすることになりますけれども、特に嘉手納医団含めて、沖縄全体ではこのロードマップが進んでいけば、沖縄の皆さん方の負担軽減に必ずつながるということも、しっかりとご説明をさせていただいて、ご理解を得るように、まあ、足しげく沖縄にも通わせていただき、私も今月また下旬に沖縄に行く予定がございますけれども、各方面に対して働きかけを今後も行ってまいりたい、4閣僚で連携をして、5月28日の日米合意というものをしっかりとそれを実践するために努力をしてまいりたいと考えております。あと1問でお願いします。すみません。じゃあ真ん中の方。毎日新聞の西田です。日中関係について伺います。はい。枝野官房長官はですね、就任前に去年の尖閣の事件の時ですけれども、中国に対してその悪しき隣人というような発言をされて、中国は反発した経過もあります。まあ、こういった発言も含めてですね、これからその日中関係をどうマネジメントしていくか、その何についてお伺いします。はい。去年の9月に、尖閣諸島沖で、中国の漁船が海保の船にぶつかって、そして日中関係はぎくしゃくいたしました。まあ、しかし菅総理がASEMで温家宝首相と会談をされ、また APEC 横浜の会談では胡錦涛国家主席と話をされて、まあ、私も楊潔チ外相とは2回話を両方とも1時間以上にわたって行いですね、2回目は1時間なかったですが、話を行い、また電話会談もいたしました。お互いが日中の両国の関係というものを対極に立って考えれば、いい方向に進めていくことがお互いの利益になると同時に、この地域の安定と発展のために資するんだという共通認識を持っておりますので、来年が日中国交正常化40周年でありますので、まあ、今年はですね、その40周年に向けて、どう日中関係をさらにより良いものにしていくのかということをお互いテーマを決めて作業をしていく、そして来年の40周年にはさらに日中関係というものが戦略的な相互互恵関係が高まるようなものにするために、内閣を挙げて取り組ませていただきたいと考えております。はい、以上をもちまして、前原外務大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。